神社チャンネル、今回はニュー川上神社の中社に来ております。はい、こちらニュー川上神社の草加宮司でございます。本日はどうもよろしくお願いします。草加でございます。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。今回は草加さんにご案内していただくという形でニュー川上神社中社の方お参りしていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。はい、中社の草加でございます。これから少し境内をいろんなところを、ご案内をさしながらお話をさせていただきたいと思います。はい、まずはじめにこの鳥居でございますけれども、これは両部鳥居と申しまして、この当社は乳と申しますのは俗にこの赤い朱ですね、とか水銀が取れるところが乳というところでございまして、この朱を使った赤色に一応塗っております。これ入りにあたりまして軽く一礼をしていただいて入っていただくということですね。そして向かって左側に手水がございますから、そこでお手を清めていただきまして、それから参拝という形を取りますので、どうぞよろしくどうぞ。はい、どうもよろしくお願いします。はい、さあどうぞ。じゃあ、はい、本来は、はい、手水は水が満々としておりますんですけど、コロナ禍の関係でこのような形で水をもう垂れ流しの状態にしてますけど、そこに手を決めていただいたと思いますですね。はい、はいはい、そしてお口をすすいでいただいて、はい、さあどうぞ。コロナ禍でこの形になった神社さん多いですよね。そうですね、中にはもう手水を中止というようなところも多々ありますけれども、当社はもう垂れ流しの状態でお手置きをだけ決めていただいてお参りをしていただくという形をとっております。はい、ございます。これから正面がこれ拝殿ですね。はい、はい、でこちらから一応鈴のを振っていただいて、神様にこれからお参り出しますよという形で参拝をしていただくということですね。はい、特に神社の参拝の仕方は2礼200週1礼ですね。はい、2回は頭を下げていただいて200週そして1礼という形で参拝をしていただくということですね。はい、どうぞ。それでは、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ご存じ通り、ニュー川上神社ですね、神丹の丹に生まれる川の神の神社と書いてニュー川上神社なんですけれども、これはこの前に流れている川がニュー川という川でございまして、そしてその神と書いてニュー川のほとりの神社という意味合いもあります。そしてともにニューというのは先ほど申し上げた通り朱とか水銀が取れるところがニューということで、当社から上の方へだいたい 1.5 キロぐらい行きますと、昭和43年、今からだいたい何年ですかね、50年、60年ぐらい前でもないですかね、ぐらいにまでは一応、この三尾鉱山という形で、そちらの方で鉱山がありましたんですけども、昭和45年に一応閉山になってますけれども、それで、朱とか、あるいは水銀が取れるとか、乳、そしてまた、ニューさんという方がいらっしゃったのは、大体そういう水銀とか朱を採掘する鉱山市、そしてまたそれとも関連して、神丹の丹に明治の字と書く丹治さんという方がいらっしゃる。その丹治さんというのは、主に鉄鉱石、鉄を採掘する人。だから、ニューという人は、なんというんですかね、朱とか、あるいはまた、水銀で、三次さんというのは鉄ですけれども、この鉱山市というのは俗にこの山に入りましたら大体この金ですね、金の鉱脈を探す、それが俗に言う山伏とかいう形ですね。それがずっと下がってきまして、水銀とか一つの種目別に変わっていったというのが今の名字の形なんですね。で全国に乳酸とか
入郡とか入町とか入村というのがたくさんありますけれども、そこは主に水銀が取れるところとか、あるいはまた種が取れるところ、そしてまた入という一族がそちらに移り住んで一つの村を形成して入という形になったところもありますですね、うん、はい。本来当社は水はのめの神というご祭神なんですけれども、この水はのめの神と申しますのは水一般すべてのものをご支配なさることですね、うん、そして、水波というのは水が生まれるという意味合いを持ちまして、そして、それともにこの水はめの神様というのは、伊勢にお祭りされています天瀬大神様のお姉さんにあたる神さんですね、まあ、後ほどこれから夢淵というところをご案内いたしますけれども、本来そちらの方でいつの水派としてお祭りをいたしておりましたんですけれども、それが675年ですねに、まあ、第40代の、天武天皇ですね、天武天皇このようにですね、天武天皇様に一応がお祭りされたということで、西暦に直しますと今年で、1347年ということですね。だから一番最初にお社ができたのは675年でございまして、それからずっとお社の中に神様をお祭りされて今日までで1347年経っているということですね、うん、そしてこの水の神様ですので、雨が欲しい時にはこの黒馬、ここに変わっておりますけれども、この黒馬を、そして晴れて欲しい時には白馬を献上することが96回ございまして、それは奈良という一つの大和というところに、都があるときですね、それがやがて京都に移りますと、当社にはその朝廷から祈願に来ることはなく、その代わりこちらの水の神様としては京都におきましては貴船神社がその役割を果たすような形になるんですね。そしてまたこの辺りが地名では有同市という地名なんですね、うん、有というのはご存じ通り地べたを這う有ですね、そして、通るというのは通行の通ですね、それで有同市と読みます。だからこの辺りの地名が有同市、なぜその有同市になったかと申しますのは、こちらが、まあ、この辺りが俗に言 う吉野離宮の跡地とも言われておりまして、うん、はい、まあ、吉野離宮というのはたくさんございますけれども、今宮武市ですけれども、ここも一つの吉野離宮という。吉野離宮とは何なんですか、ね、はい、吉野離宮というのは天皇様がそのまあ言うたら避暑地的なものですね、うん、それとかまたその地のいろんな土地の人々と交わりをするところ、それがまあ離宮ですね、うん、はい、まあ今であれば桂離宮とか那須とかいろいろございますけれども、そんな形でここがまあ俗に言う吉野離宮という形になっております。それで、第15代の応神天皇からですね45代の聖武天皇まで、こちらには、天皇様が53回お越しをいただいております。それで天皇様がお越しになるときには、まあ、このような今前に見えてますあのような広い道ではなく、昔は三尺とか五尺とか、まあ、それほど狭い道でしたから、それほどこの隊列を組んでくることはなく、助官武官あるいはいろんなお供の人を引き連れてまいりますと長い行列になるんですね、うん、それで遠くから見ますとそれがアリの行列に見えたということで、ここへ来ることをアリが通ったということで、アリが通うということでアリ同士という形になってまいります。それが今、うん、この地名であり、これが後ほど言っていただく夢淵のところにも有同士橋というのがかかっております。はい、まあ、そういうことで、天皇様がここへお越しになったと。しかしやがて都が奈良から京都へ移りますと、このところはだん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 天皇様がお越しにならなくなりまして、この離宮というものがだん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 寂れてまいります。それで、当社の御本宮ですね、これから言っていただくまた本宮さん、675年に初めてお祭りされた本宮からこちらの方にお社を設けて、移り住んだというのがこの今現在の
社殿の境内の形でございます。ここが拝殿ですけど、はい、奥に本殿がある、上に本殿がございます、はい、まあ、あちらの方から見ていただいたらよくわかると思うんですけど、まあ、それで、本殿がありますので、当社の関係は水につかさどるということで、特にこの水力関係ですね、電力関係の方の お参りが多くございます。はい、それでここにありますが、昭和38年に東京電力さんと関西電力さんが挙げていただいた絵馬がございます。これは雨が欲しい時の黒馬、そして晴れて欲しい時の白馬ということで挙げていただいたんですけども、この昭和38年というのは、まあ、ご存じ通り、あの黒部の第四ダムが完成した年でもございます。それを記念して挙げていただき、そしてその昭和39年にはあの東京大阪間に、新幹線が開通し、そしてまた、昭和39年の10月10日というのが東京オリンピックが開催された年でもございます。東京オリンピックはコロナの関係で1年延期になって、去年、無観客ですかね、そういう状態で開催されましたけれども、まあ、戦後2回、日本の国ではオリンピックが開催されたということです。しかしその東京オリンピックの10月10日というのが東京オリンピックが開催された年なんですけれども、まあ、今現在の祝日法にはよくこのコロコロと変わっておりまして、本来の10月10日の東京オリンピックの10月10日というものが第2の日曜、月曜日ですかね、それに変わって3連休というようなマンデー法案という形でよく変わっておるのが、まあ、悲しいところでございますけどね。でまたそちらに変わっておりますのが、白龍黒龍という形で、実際にあの京都に住んでいらっしゃる月永優さんという方が、それこれから行っていただく東の滝というところに行きましたら、実際にその滝のところで黒龍白龍を見たということで、この絵を描いてあげていただいたということですね。だから、水神さんイコール龍神という形ですね。ここから見ていただいたらよくわかると思うんですけども、これがまあここが拝殿ですね。そして、回廊がありまして、上に中宮、そしてその横にあります建物が本殿です。で本殿にはさ、ご神体がいらっしゃる。そうですね、ご神体で ご祭神ですね、はい、ご祭神、それは水派 の神様ですね。そして、拝神として向かって右側にイザナミ、そして向かって左側ですね、はい、にイザナギという2人の両親をお祭りしております。はい、そしてその横が東殿、拝殿という2つのお社がありますけれども、これは文政10年、今からまあ大体180年強の時代に建てられた建物でございまして、大体180年少し経っておる建物です。はい、あの奥にはご神体があるんですか。この中にはですね、まあ、ご神体というんですかね、まあ、女神像、男神像という、やはりこの平安期から鎌倉ですねにか作られたご神像というものが、それが20体入っておりまして、そのうちの、まあ、全てが一応去る令和2年の2月の2日に県の有形文化財になっておりまして、今現在、この令和4年度の一応重要文化財の指定を受けるために、今文化庁の方に一応お預かりをいただいているというような状況でございます。はい、あの女神像、男神、男神像ということは、尾神、女神じゃないですか。そうです、そうです。はい、でも水派の目の御事がご祭神っていうところと、女神ですね。女神、尾神はじゃあ誰になるんですか。はい、イザナギ。イザナギなんですか。はい、それは、はい、はい、なるほど。はい、それとかまたこちらの方に参りますと、開化天皇とか、はいはい、それから上津王の御事とかですね、大男、大国主の御事さんとか。はいはい、向こう行きますと八百頃重い彼の御事とか、うん、そういう拝神がいらっしゃいますので、うん、それが男神像ですね。はい、ご神体はご開帳されるときはあるんですか。ございませんですね。あ、はい、ご自身ご覧になったことはあるんですか。もう私は常に例祭の前日ですね、はい、それから
年末ですね、それから大祭中祭の時には一応殿内の掃除をいたしますので、お掃除をしますので、その時には一応お掃除の時には状況を確認という形をいたしております。はい、なるほど、はい、まあ根源的にはやはりこの水の神なる働きを称えるといったような、そうですね、ご神職といいましょうか。はい、はい